大使のこう皆様のですね、望みは一日も早い復興に向けてしっかりと結果を出していくことだと思います。政権奪還後、縦割り情報打破、現場主義を徹底してまいりました。そして、今回、福島の訪問は、16回目でありますが、被災地の皆様の声を伺い、皆様のニーズに一つ一つ応えてまいりました。川俣町の山木屋地区においては、新たな商業施設が今日オープン。地元の皆様からは、これで買い物が大変便利になる、あるいは国を拠点にさらに移行を進めていきたい、そういう声を伺いました。そしてまた、飯舘村の不滅養護老人ホームに、おきましては、地域で頑張ってきたけれども、なかなか人手が足りない、もっと人手があれば、もっと多くの方をですね、認知をさせることができるという話も伺いました。飯舘ホームの良さを失わないように今まで続けてきました。これからも存続できるように若い人たちがぜひ飯舘ホームに就職してくださるのをお待ちします。60名いた介護職員が毎月のように辞めて今29名となっていますが、ここに残っていたいただいた職員一人一人がもう皆が同じ方向に向いて、利用者を守るという使命感で今日までやってくれたのも、やはり職員一人一人の気持ちの温かさかなと思っております。この地域で介護の仕事をしやすいように就職準備金を引き上げることといたします。また全国からですね、人手を出していただいている、その協力をしていただける施設をですね、国としてもしっかり支援してまいります。飯舘村においてはですね、いち早く地元に帰ってうどん屋のご主人、お店が大変繁盛しているということも伺いました。そして、ここ川内村においては蓄光タイルの製造工場を ここに作られる方々、タイのカフェの1号店も作っています。そして地元の野菜を使ったですね、メニューが大変大評判だという話も伺いました。なんといってもなんとか地域を良くしたいというのふるさとを良くしたいという地域の皆様の情熱がですね、こう進めていくエネルギーだと感じました。政府としてもしっかりとそうした皆様を支援をしながら復興を加速させていく考えであります。これからも被災地に足を運びながら皆様の声を受け止め、さらに